まして阪神百貨店から賞金とトラッキーのぬいぐるみが贈られます。なお今シーズンを通じてタイガースの勝利に最も貢献した選手にはスカパープロ野球セット2021年度阪神タイガース MVP 賞といたしまして賞金が贈られます。また今シーズンの阪神タイガース主催試合はデイリースポーツ、日刊スポーツ新聞社、スポーツ日本新聞社、サンケイスポーツ、報知新聞社の5社合同応援シリーズとし年間計5回最優秀選手賞が贈られます。本日はご来場くださいましてありがとうございます。甲子園球場へお越しの皆様、新型コロナウイルス感染症対策のお願いです。ご入場後、新型コロナウイルス感染者と接触した可能性について通知を受け取ることができるスマートフォンアプリココアへのご登録をお願いいたします。また、すべての座席に QR コードが印字されたシールを貼り付けておりますので、新型コロナ追跡システムへのご登録もお願いいたします。ジェット風船を使った応援、タオルを振り回す行為、声を張り上げての応援、ハイタッチや肩組みなど集団での動きを伴う応援、トランペット、ホイッスルなど鳴り物での応援、またお客様による指笛などの行為、以上のことを当面禁止とさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。試合観戦の際、ご飲食時以外はマスクの着用をお願いいたします。またマスクを外しての会話はお控えください。マスクを外したご飲食時の咳、くしゃみなどのエチケットにご協力ください。こまめな手洗い、手指の消毒をしましょう。密集、密接を避けるため、人との間隔を確保するようご協力をお願いします。アルコール飲料の過剰摂取は控えるようにお願いします。ご来場者の中に万一感染者が出た場合、感染防止対策のために座席番号を公表する場合があります。チケットの発券は試合観戦後から14日間保持してください。試合観戦中に体調が悪くなった場合はお近くの係員までお申し出ください。以上、阪神タイガースからのお知らせでした。本日の両国出場登録メンバーを以上でお知らせいたします。阪神タイガース投手9名、捕手3名、内野手9名、外野手5名、計26名、千葉ロッテタリーンズ投手9名、捕手3名、内野手7名、計26名。本日の両輪出場登録メンバーのご紹介でございました。
思います。